ゴリラでございます、ゴリラでございます、ゴリラスポットゴリラでございます。説明しよう。このチャンネルはゴリラが大好きな映画を語ったり、止まらない物欲に身もだえながら、お絵描きや造形、はたまたおもちゃのカスタムにオリジナルグッズ制作などなど創作活動をしながらハッピーをシェアするチャンネルだよ。はい、今回の動画なんですけども、早速ですがこちら、Kスピードさんのエンジンガードですね、こちらを取り付け、そして、走行をして、でまあ、最後に、感想という感じの構成になってますので、よろしければ最後まで、ご覧ください。でですね、まあこのね動画検索で見てくださっている方、まあ、いつもねご覧いただいているご視聴者さんもですね、まあ、これやっぱりKスピードさんのねこのエンジンガードめちゃめちゃかっこいいんで、まあ、これ気になって再生してくださっている方が、まあ、多いかなという気はするんですが、今回ですね、実はもうその取り付けに2日かかってしまいまして、なんでそんなにかかるんだっていう話なんですけど、まあまあ、原因としても私です、まあ、私の知識不足、そして道具不足、もうこの2つが、まあ、もう次から次へとハプニングを生みまして、もう2日かかってしまいました。まあ、今回はねこのように早回しでお届けしますので、皆さんにはまあ5分、10分かかんないで皆さんにお届けできるかなと。で早速今純正のエンジンガード外してるんですけど、見てください、もうこの普通の六角レンチで外れるわけがないんですね。でどうなるかっていうと、あ、これダメだ、これダメだあー、どうすっかな、これしょうがない、ちょっと一旦止めてホームセンターに工具買いに行こう。いくらでもないでしょきっと、これはこういうやつね、あった方がいいよね今後も。うわマジか、時間明るいうちに終えたかったけどな。じゃあちょっとパッと買ってきます。本当俺のチャンネル途中で買いに行くの多いな。はい、ということでね、まあ、買いに行って、まあ、戻ってきたんですけども、日が暮れてます。でなんでまずこんなに日が暮れちゃったかっていうと、まあ、結果としてはねこの今手に持ってますこの T 字の六角のねこうぐるぐるぐりって回せるやつを買ってきたんですけど、まずですねすぐ近くにライコランド東雲店という、まあ、もう東京近郊の、ね、バイカーの方たちにはもうメッカと言われているお店があるんですが、まあ、それすぐ近いんで行ったんです。でちょっとね売ってなかったんですこの T 字のやつが。でお隣のースーパーオートバックさんにも行って、でそこでちょっと試供品みたいのもね、店員さんがすごいいい方で協力してくださって、いろいろね、実際に駐車場に止めてあるこのハンターカーブでね、俺のハンターカーブでやってみたんですけど、うまくいかなくって、で結果的にはそのすぐ近くにあります豊洲のスーパービバホームでこのね T 字のレンチを買ってきたんです。でまあもう外して、もうこれもね今もう上の一番外れにくいんですが、あそこ結構この取り付け動画でエンジンガードね、取り外し取り付けみたいな動画を見ると結構皆さんあそこがねめちゃめちゃ硬いっつって苦労されてる方いるんで、俺だけではないんですけども、まあまああそこのね、3点の六角のボルトは取れたんですが、今ねこれ何してるかっていうとですね、はい、俺的にはもうあそこ取り外したらもうこの後すんなり行って終わるぜって思ってたんですが、もうね、てんてこまいになっていますねこれ、今30倍でお送りしてますけども、30倍でも伝わってきてます俺のこの焦りっぷり、もう金槌とかクレ556的なのないよね。はい、クレ556入れてどういうことかって、これ回らないんです、全く動かないんです。でもうこの時点で本人なんとなく気づいてますけど、舐めてます完全に。さあということで、もう一度ホームセンターに行っていきたいと思います、自転車で。あと1本これを外すだけなのに心が折れそう。じゃあまた後ほど行ってきます。痛い痛い。ね、もう踏んだり蹴ったりとはこのことという感じで、まあ、今これホームセンターに買いに行ってます。はい、戻ってきました。はい、ということで買ってきました。別に556を買ってきたわけじゃないんだけど、結論から言うとですね、ここの、まあ、見せた方が早いか、
このお見せしましょう。はい、ここです。これをね、このボトルナットっていうんですか、これを外さなきゃいけないんだけど、こっち側は、まあ、反対側は綺麗に外れてるんですけどね、ここが舐めちゃったんです。で、この舐めちゃったのは原因は何でかっていうと、これまた、もう何度も登場してもらってる兄貴に聞いたところ、あの、これね、これでやってたんですよ。またはこっち側、そもそもこれをこの2点で硬いものをやると舐めやすいと、というかそもそも本来は舐めないと、ちゃんとサイズが合っていれば。なので、そういったことからですね、よいしょ、ちょっと待てよ。なので、そういったことから分かったことは、つまり、今回も俺のミスということです俺のこのサイズがおそらくちゃんと合ってないんじゃないかっていう説。はい。で、まずは一旦これを外さないと先に進めないので、まあ全部戻して、ここからね、うちの兄貴のまたガレージに行くか、荻窪のね、ホンダドリーム荻窪さんにディーラーにいわゆる持ってってやってもらうかっていうのもあるんですけど、もうちょい頑張りたいと思います、諦めずに。で、まず556を入れます。で、入れて緩めて、で、その後、買ってきました、スーパービバホームで何でも売ってるよ、兄貴のアドバイスを受けまして、買ってきました。これメガネっていうね、まあ、レンチですか、ここにギザギザがいっぱいあって、これがいっぱいあることで、まあ、あの2点でね、抑えるんじゃなくて、たくさんの面でガガッと、できるんじゃないかと。で、これをね、さらにハンマーでカンカンカンと入れ込んで、その後トントントンと外していくっていう、まあ、擬音だらけの説明ですいません。で、なんで向こう側は、じゃあ外れたのかっていうことなんですけど、これね、単純に、まあ、奇跡。奇跡っていうか運が良かっただけということなので、適切な道具を使って適切なやり方で外しましょうということを学びました。はい、疲れた。さあ、ということでね、兄貴に教わったこのメガネという道具を使って、クレ556も入れて、もういよいよ希望が見えてきました俺にも。これで、これを使えばもう外れて、いよいよあのかっこいい K スピードのエンジンガードを取り付けられる、そんな気持ちで今ね、コン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 と叩いております。もうミスはしまい、舐めるまいとやっているんですけども、これ30倍でお送りしながらも結構かかってますね。コン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 やってますさあ、嫌な予感が、どんどん高まってきております。泣きそうですね。ちょっとこれマジでどうにもならない事案になってきたので、一旦止めますね。で、一旦止めて、まあ、もうちょいこの後頑張りますけど、ちょっととりあえず動きがありましたらちょっと撮影再開したいと思います。一旦止めます。なんだこれ。はい、ということで、もう一夜が明けてます。なんだこれってね、結局まあお前が悪いんじゃいっていう話なんですけど、もうホンダドリームさんにですね、翌日電話して相談してですね、もう朝一で行ってきました。で、やっぱりまああの工場出荷時の状態なので、まあ、すごくきつくは締めてあるんですけど、まあ、それをね、知識と道具のないあの素人のね、私がいじっちゃったもんで完全に舐めてしまったっていうことで、あの、まあ、いくらもしないでもすぐ取れたんで、もうあのこの時は工賃なしで、スルッと取れましたよって感じでね、取れちゃったんで、コーチは幸いにもかからずホンダドリームさんで外してもらって、でまた締めて、自分で外せるような具合で、締め戻してもらって、今戻ってきて、いよいよ、はいね、この K スピードさんのエンジンガードを取り付けております。ね、ここまで来たらまあまあゴールは見えたもんだぞという感じなんですけども、あのハウトゥーのね、YouTube、 いろんな方の YouTube を見ながら一生懸命見てます。で、これちょっとポイントとしては、ちょっとね、説明書とは俺違うやり方をやってて、まあ、YouTube で見てるやり方のちょっと参考させていただいて、ある程度ここまで組みました。組んでからはめた方が、あの最後狭いところやるんで、あ、今鼻くそほじった俺、鼻くそほじりましたねこいつ。
まあいいわ。あのそう、ここから微調していった方が結構ね、左右のバランス見るのが最後微調があって、ここが最後ちょっと大変でしたけども、まあ前半に比べればもうどってことねえわって感じでした。終わった、できた、うん、やったやったぞ、長かった、あできた、さあということで無事取り付けられました。お疲れ俺、ということでここからいよいよ走行していきたいと思います。終わり良ければ全て良しですね、ということで、ね、もうめちゃめちゃかっこいいのつきました。で、実際にちょっと走ってみて、今ねここに来るまでちょっと走ってるところをちょっと撮ってきましたので、そちらでね、この足回り、実際つけてその靴とかね、ちょっとこうなんだシフトのチェンジとか、あとブレーキね、その辺がちょっと邪魔になるのかどうなのかって気になる方もいらっしゃるかもしれませんので、ちょっと乗ってる時にこんな感じの足回りですよっていうのもちょっと撮りましたのでご覧ください。どうぞ。そんなに邪魔にならないかなっていう、こちら見えますか。今日はねノースペースの、ヌプシっていうスノーブーツ履いてるんですけど、これ結構でかいんですよ。で靴のサイズは、27.5 かな、これ8ぐらいだったかな、まあ、だけどまあ全然、このねリアのブレーキの方もペダル踏んでても、まあ、こんな別に干渉しないので、まあ操作性に邪魔になるようなことはないかなという感じです。はい、こんな感じです。はい、ではまたお台場までもう少し走りたいと思いますので、ね、景色綺麗なので良ければ短いですけど少しお付き合いください。少しバイクのねこの走行中のアングルっていうのを探れたらいいなって最近思ってます。ということで、もう無事着きました。ほんとめちゃめちゃかっこいいです。もう大満足ね。でやっぱね、これつけるとどうしてもここにねホグランプとかねいろいろつけたくなってきちゃうなっていうのは、これねえ差がなんでしょうかね、こういうものなんでしょうね。やっぱこういうのつけるとね、あれこれをつけるとこれをつけたくなるっていうようなね、なんかこうなんていうんですか、カスタム魂ですか、なんかね、やっぱ俺もバイク持ってみて、そういったものがすごいわかるなという今日この頃でございます、ね、とりあえずまあジビもつけましたし、で、このね、このエンジンガードもつけて、そして、デートナーのウィンドもつけたので、ウィンドガードのねウィンドシールとかもつけたので、まああらかたもうほぼ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 ってことはないんだけど、まああらかた一番最初にやりたいなと思っていた重要なパーツっていうのは、まずは最初にもう装着することができたかなというとこなので、いよ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 です。もう去年からずっと言っておりますね、CT125 はハンターカブで行くトラさんの見た風景というのをね、もうトラ年も明けましたので、いよいよ始めていきたいなと思います。もうね今月中にちょっとねバタバタしてるんで始められればと思うんですけども、まずは第1回目もちろんあの場所に訪れてみたいと思います。はい、ということでね、今日のこの購入先とかもろもろ概要欄の方に貼っときますので、よろしければそちらご覧ください。もう本当にまとめると今回はですね、本当に知識とそして道具、これすごい大事だなと、重要だなということがよく分かりましたね。知識と道具ね、知識だけがあってもダメし、
やっぱり道具だけがあってもそれを使える知識がないとダメだし、そういうことがね、重々身に染みたという回でございました。はい、というわけで、今回の動画良かったよとお疲れさんという方、よろしければいいねボタンの方よろしくお願いいたします。そしてチャンネル登録の方も一つしていただけましたら非常に励みになりますのでよろしくお願いいたします。では、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。